かけさせるわね。とか言いつつさすがに嬉しそうだな。う、嬉しそうな顔なんてしてないでしょ。ラーラ、委員長。あれは幻獣。行くぞエマ、援護を頼む。お任せください。ルクス光が見えな。受けてみよ。また腕を上げたみたいだね。委員長も不思議な力を普通に使ってるみたいだね。わざわざ来る必要はなかったかな。いえ、まだ終わりじゃないわ。どうやらそのようですわね。
なものが。二人とも。そなたたちは。リーンさん、セリーヌまで。話は後よ。気を引き締めなさい、エマン。俺たちも加勢する。まずはこいつを片付けよう。一緒に行くよ、ラウラ。フィー、そなたたち。心得た。力を貸すがよい。行きましょう、皆さん。強敵です。どうか気をつけて。マイ、さあ一気に行くぞ。ご招待しました。行くよ。シルフィードナンサンス一丁張り。行くぞ。ここは頼んだ。母ちゃん、行くよ。やっちゃえ。行きます。すみません、お願いします。あとはお任せください。行きますわよ。シャドウステップ、チャンスです。さあ、皆様もご一緒に。あいあいさあ、スイッチ、そりゃはっ、スイッチ。行くぞ、行くぞ。オーバーライズ。私の番ですわ。スイッチ。初戦の理由、とくとご覧になるわ。はっ。失礼。ですがもう逃げられませんわ。秘技、しばく走行。私の番だね。よし、やったぞ。やったね。えっへい。やったわね。ああ、不思議な気配もやっと消えたみたいだ。大丈夫か、二人とも。リーンさんなんですね。皆さん、セリーヌまで。うん、当たり前でしょ。まったく、
唐突すぎてどう振る舞えばいいかわからぬくらいだ。リン、そなたが無事でいてくれるとはな。なんというか、柄にも合わず目頭が熱くなってきてしまっている。ラウラ、すまない、心配をかけて。みんなには何度礼を言っても足りないくらいだ。水臭いことを言うな。私は七組ぬ、そなたの剣としてこの力を振るうと誓った。こうして再び会える日まで決して折れることはないと。そして今ようやくそれは果たされた。ただそれだけのことなのだ。ありがとうラウラ、本当に無事でよかった。委員長もようやく会えたな。はい。またこうして皆さんに会える日が来るなんて。リンさんに再び委員長と呼んでもらえる日が来るなんて。なんだか夢の中の出来事みたいです。俺も同じ気持ちさ。でもこれは夢なんかじゃない。大変な状況だけど、こうしてまた会うことができた。諦めずにここまで来て本当に良かったと思うよ。はい、本当に。きっとリンさんのおかげです。え？リンさんがこんな私を受け入れてくれたから。だからこそ心の底から勇気が湧いてここまでやってこられたんだと思います。改めてお礼を言わせてください。委員長。ちょ、エマ。ありがとうセリーヌ。リンさんたちのことここまでサポートしてくれて、一緒にここまで来てくれて本当にありがとう。大したことじゃないでしょ。あんたこそ。まあ無事でよかったわね。野良猫にならずに済みそうで一安心ってところかしら。憎まれ口ばかり叩くんだから。仲いいね。うんうん。ってこれで残るわ。ああそうだな。これでラウラ様、エマ様と無事に再会できましたわね。幻獣の気配も消えたようですし、一旦町に戻られますか。ええ、そうしましょう。ラウラたちも構わないか。うん、もちろんだ。道すがらこれまでのことをいろいろと話させてもらおう。桟橋の方へ急ぐとしましょうか。Thank you.
エマ？委員長？本当ならもう少し早く話しておくべきでした。私たちのこと、そして鬼神と機動車のこと。委員長、話してくれる気になったんだな。はい、高野祭での約束ようやく果たすことができますね。エマ、セリーヌからすでに聞いているかもしれませんが、私が士官学院に入ったのは使命のためでした。古より続く一族の末裔、ヘクセンブリードとしての魔女の使命。それは遥か昔から受け継がれてきたものでね、地下深くに封印された大いなる力を見守り、その行く末を見届けること、それがエマにとっての果たすべき使命だったってわけ。大いなる力、旧校舎地下に眠っていたバリマールのことだな。じゃあ君たちは鬼神のことを最初から知っていたというわけか。ええ、存在については、そして鬼神が機動車を選ぶことも、選ばれた人間が避けられない戦いに巻き込まれていくことも。あ、うん、資質はあったとはいえ、リンさんはある意味巻き込まれた側です。準契約者となった他の皆さんも同じく。なのに私は何一つ皆さんに警告することができなかった。七組の仲間としてどう考えても失格だと思います。エマ、エマ、あんた、せっかく再会できたのにこんなことを言うなんてどうかと思いますけど、私これ以上皆さんとは。委員長、君はあの時言ったはずだ、七組は最高のクラスだって。およそクラス分けには縁がなかった私ですけど、七組が最高であるのは自信を持って言えると思います。クロウがそうだったように、俺たちの背景にはいろいろあった。俺自身幼い頃から妙な力を抱えてしまっているし、あれ自体鬼神とは何の関係もないものなんだろう。そうね、選ばれた理由の一つにはなっているかもしれないけど、あんたのその鬼の力は魔女でもよくわからないものだわ。そうか、でも俺はこんな忌まわしい力を持っている俺ですら胸を張って7組の一員だと言えるし、言いたいと思ってる。アリサも、エリオットも、ラウラにフィー、マキアスにユースも、ガイウスにミリアム、クロウ、そしてエマ、君もいる。最高のクラスの一員でいたいと思っているんだ。リンさん、当然。へへへ、僕の方がよっぽど秘密を持ってると思うしね。そうでしょうね。だからそんなことは言わないでくれ。そしてどうか俺たちを導いてほしい。不思議な知識を持つ魔女としてだけじゃなく、俺たちのクラスの委員長、面倒見のいい対…あ、そんな風に言われたら何も言えなくなるじゃないですか。
りました。古の謎の一端を知る魔女としてだけではなく、七組の一員であるエマ・ミルスティンとして、どうかこれからも皆さんと共にいさせてください。ああ、もちろんだ。言わずもがなだ。やっぱ七組にはエマがいないと。うんうん、僕たちの委員長だもんね。
Thank you.
この程度恐るるに足らぬ。舞、二の肩、早く今だ。いただき、行こっか。ほいっと。私の番だな。逃さない。俺の番だな。二の肩、早く。チャンスだ。みんな一気に決めるぞ。よ、心得た。崩れた。任せて。私の番だな。マイ、ミの肩、早く。チャンスだ。いただき、任せて。ほいっと。まだやれる。アルゼイドが危険。とくと見よ見よ。奥義コーディーアタック。さて、先に進むとしようか。Thank you.
ここは一気に参りましょう。行こっか。ほいっと。行くぞ。そこだ。私の番ですわ。こんなのはいかがでしょう。レッツ。お粗末様でした。なんて気だな。心してかかるとしよう。せい。危険だな。注意してかかろう。私の番だね。せーの。か。とどめ。俺の番だな。さあ、一気に行くぞ。はい、行きますわよ。シャドウステップ、行くよ。キャプチャー、カーズ。続きますわ。よし、これで大丈夫だ。V だね。よし、やったぞ。レベルアップですわね。うん、悪くない出来だ。俺の番だな。そこだ。さあ、今だ。いただきます。お待たせください。スイッ、行くよ。私の番だね。行くぞ。急ぎましょう。お、いいポイントみたいだな。危険度大、どうか気をつけて。危険度大、注意してかかろう。行くぞ。そこだ。さあ、今だ。みんな一気に決めるぞ。ラジオ了解ですよ。はっ、やば、セカゴ。行こっか。排除する。崩れた。
お任せください。行きますわよ。シャドウステッチ。はーい、とりゃー、崩したよ。続きますわ。行こっか。俺の番だな。戦闘終了。先に行こっか。うむ、宝箱か。気をつけた方がいいかも。難敵ですね。引き締めましょう。行こっか。排除する。チャンス。やい。マイ。見ろ肩。早く。絶対。はーい。とりゃ。私の番だね。行くぞ。私の番だ。お任せください。こんなのはいかがでしょう。ゼッ、いくよー。崩したよ。続きますわ。マイ、ヘイ。私の番だね。俺の番だな。アークス駆動。はっ。うん、任せて。やっ。やっ。どんなもんだい。やったね。なかなかの出来ですね。さっさと片付け。私の番だね。行くよ。崩れた。これで終わり。まだてこめんどいな。行こっか。行くよ。マイ、見ろ肩、早く。ゼッ、はーい。行こっか。せっ、ハラテカ、迎え撃つぞ。俺の番だな。そこだ。さあ、今だ。いただき。行こっか。行くよ。戦闘終了。
先に行こっか。